ウィル・スミス氏が奥様ネタにされて激怒しましたが、武井さんも同じ立場なら同じ行動できますか？いや、しないですよ。いや、あんなことしないですよ、俺だったら。なんであんなとこで暴力振らなきゃいけないのかっていう。僕はしないです。あんな人を殴ったりは絶対しないです。しかも、公の場で、放送されてるところで、何か侮辱されたとしても、人を殴るようなことは絶対にしないです。はい。うん。抗議はするかもしれないですね。うちの妻が病気で、髪が薄くなってしまうということがあるところを、そういう冗談で笑える気分にはなれませんねっていうふうに、僕は妻を守るためにも、今のジョークは撤回してもらえますかって言うと思います。裏で言った人と散々話し合ったりとか、どういうつもりで言ったのかっていうのをしっかりと抗議することはすると思いますけど、俺がね、家族のことを冗談でいじられたとして、はい、俺がじゃあテレビで放送してる時にそのいじった人をぶん殴ったら、誰か俺のこと擁護します？正しいって抗議はしますけど、ただまあそんなことで俺はまあ、エンターテインメントだと思ってやってくれたことなら、それがああいう言葉の暴力みたいにならないような対処をして、はい、うん、もしそれが気になって本当に家族が傷ついたっていうんだったら、後から申し訳ない、ああいういじり方やめてもらっていいかなっていうお願いをすると思いますね。うん、手が出るのは仕方ないとか、大事な家族をバカにされたらな、殴るでしょうみたいな。俺はそんなバカなことしないです。原始的な解決策を取ることはしないし、うん、道を傷つけられたら殴っていいなんて、そんな法律ないんで、はい。もう殴ったら大して変わんないんでね、やってること。むしろ殴った方が悪いんじゃないかなっていうぐらいに思ってるから、僕は絶対殴んないです、あんな場で。そうね、エンターテイナーとしてあそこに呼ばれてて、うん、リアルに暴力を振るったりとか、リアルに世の中のことを叩いたりとか、そうじゃなくて、そういう世の中にある問題だったりとか、そういったことを映画とかそういうものね、僕らバラエティとかいろんな番組でエンターテインメントにするのが仕事じゃないですか、うん、だから僕らがボケたり突っ込んだり相手いじったりってすることがリアルじゃないっていうね、うん、だからそこをエンターテインメントして楽しいものとして遠回しですけど、こういうことは良くないとか、世の中からそういう争いをなくそうとかっていうことでやってるので、まあただウィル・スミスがね怒ったっていうことは、怒らしちゃった。それはクリス・ロックにも非があるとは思います。前から遺恨があったらしいんで、お互い言い合って、なんだかんだ揉めてたんだろうから、それのイライラでね、堪忍袋の緒が切れたんだと思いますけど、でも世界一のエンターテイナー、アカデミー賞とかね、世界一のエンターテイメントを決める場で、エンターテイメントせずに本気で殴ったっていうのは、僕は理解できないですね。うん。彼の行動を擁護する声があるのも、十分 理由は分かりますけど、エンターテインメントやってる中で、うん、例えばトークショーやっててイラッとしたこと言われたからぶん殴ったなんつって、うん、俺はそんなことをしたら多分もうエンターテインメントの仕事は僕はもらえないだろうなと思いますね。ただの犯罪者なんでね、暴行を振るった犯罪者なんで、うん、俺は理解できないなと思います。